はいはいどうもみなさんこんにちはキャベツです。今回はゲーミング PC 買ったらおすすめしたい周辺機器ノート PC っていう体でハイパー X さんより色々提供してもらったんでそれら紹介するんやけどまあ今まで周辺機器やったらモニターとかまあ PC も紹介してきましたが今回は PC のみならずなんか他色々用意されてるんですよね提供品がやたらと多いんすよ PC からキーボードマウス果てにはリュックサックもねなんかもろたんで全部試して紹介しますまずメインの PC から紹介 紹介しますがこいつはオーメンンントラセい、あの、値段としては高いです。26万8300円から。からカラカラっていうのは色い々ろいろモデルあるからっすね。なかなかのお値段なんですが、気になるのはさ、結局スペックじゃんはい、スペックはよろしいです。いくつかのモデルに分けられておりますが、下から見ても RTX4050、上は4070と、ゲーミング PC としてはまあ、ベストなラインナップじゃないでしょうか。また、ディスプレイは 2.8K、120Hz、OLED ということで、最近流行りの OLED。 LED 使っておりままあまあ綺麗ななのののよ画面の向こう側にに表示ささせたティファととエアリスに触れられらるるんじゃないかと錯覚するほどの美麗さですでね、個人的な評価ポイントとしては重量なんですけど、ゲーミング PC というものはスペックが重要なのでそれを満たすために重量を犠牲にしなければならないという傾向にはありましたが、この PC は重量 1.6kg と軽量であり、頻繁に出張を繰り返すブラック企業のサラリーマンや、日々マルチ勧誘で都内のカフェを練り歩くマルチ会員にはおすすめの 一品でございます私も最近出張というか移動多いんで軽量 PC は喉から手が出るほど欲しかったそんな時に来たこの案件そりゃウケないわけにはいかないしかもなんと気が利くリュックサックまでくれたリュックに関してはマルチ会員が使うようなハイブラロゴビタビタのようなもんではないのでおすすめはしませんがシンプルながら収納ポケット多い実際これは先日岡山に出張に行った際に使用しましたが非常に使い勝手は良かったただ岡山で立ち寄ったビギニバーでリュックをサいって言われたんでもしビギニバーに行かれる方にはおすすめできます まあその辺詳しく紹介していきましょう。ではいこう。はい、ではまず開封。言うて、これ届いてから2週間以上経ってるんで、遠の昔に開封はしてるんですが、一応開封の儀ということで、改めて箱に収納しました。はい、外箱はこんな感じで、ぶっちゃけ言うとですね、20万以上するパソコンの箱っぽくはないね。なんか VR ヘッドセットの箱みたい。まあデザイン的に言えばゲーミング PC 感はあるけどね。そしてノート PC の重量が驚異の 1.63kg のおかげで、箱も軽々持てます。これはかなり強い。私の場合、YouTube 以外 の仕事でとと移動すること多くてその際ノート PC 持ち歩くんですけど今使ってる p c 3キロあるからさクッソ肩こんのよその点こやつは半分程度の重さでスペックもよろしいので今後私のメイン PC になりそうですでは開封はい出てきましたオーメンのマークこの PC ですね先ほども説明したようにモデルがいくつか用意されていて下からパフォーマンスモデルパフォーマンスプラスモデルスプリームモデルの3種類ありましてスプリームモデルが一番スペック高いものになっております値段帯としてはこんな感じ になってって異なるのはまあ主に gpu と cpu ですかね rtx 4070積んでる pc で35万越えって結構なもんでさデスクトップ pc なら普通もっと抑えられるんやけどこれはあくまでノート pc なので gpu 薄かったかに伴い価格が上がっておりますで私が今回見るのはモデルで言うと一番上の rtx 4070スプリームモデルです値段にして37万4450円と、高い私の社会人時代のほぼ月収みたいなもんやねー1ヶ月分の給料がこいつに 詰まってるわけですね感慨深いでは、内容物の紹介。本体と AC アダプター、電源ケーブル、ワイヤレスヘッドという感じでかなりスッキリしております。ワイヤレスヘッドセットに関してはどのモデルにも付いているようです。ゲーミング PC というだけありますね。では、まずサイズです。3 1 3 m m の2 3 3 5の1 7 9です。はい、14インチになりますね。かなりコンパクトです。何よりこの薄さ、とにかく薄い。アダプターもかなりコンパクトで質感もよろしい。ただ、よく思うんですけど、PC 持ち歩くときにアダプターは を入れる場所っってめっちゃ困らものによっては PC のソフトケースに別収納ポケットあるからそっちに入れることできるんやけどそれがない場合裸でアダプターをリュックに入れる時のあの罪悪感皆さんどうやってるか教えてくださいでは PC 本体のデザインを見ていきましょう全体的にはですね非常に肌触りのいいマット状に仕上がっております PC 本体アルミニウム合金で作られているため軽量化と薄型化を実現した模様閉じた状態で上から見るとオーメンの文字がありその部分だけはピアノブラックゲーミング PC からといって大人 なしい見た目をしておりますそして排熱は底面から吸入し側部で排出するタイプでインテルハイプロベーリッククーリングテクノロジーを採用しているらしいですそのため底面に空間を生ませるためにシリコンが出っ張っておりまして同時にスペリ止めとしても活用されておりますこういう一石二鳥のデザインを見るとなんかチ <laughs> がうきますねではインターフェイスです左に USB Type C サンダーボルト4右に USB タイプ A3.2 Gen2×2 です上部は USB Type C と HDMI となっております そう、この PC ですね。充電が USB Type-C です。今まで私、ノート PC 特回、引っかえしてきたんですけど、充電アダプターが Type-C のパソコンは初めてです。なんか緊張しますね。童貞の気持ちになります。個人的にこの PC で一番好きなデザインポイントはここ。ディスプレイ部分と本体部分がずれているって言ったらいいんですかね。ディスプレイと上部に空間があるおかげで、誤解凍した時の見た目が綺麗。タブレット PC のような印象ですね。ゲーミング PC ではなく、サーフェ c スなどのカジュアル PC のようなデザイン。かなり好みです。 では5回行。ディスプレイの開き具合限度はこんな感じ。やはりかなり薄いです。キー配置はこんな感じで、もちろんテンキーはございません。それぞれ一般的な配置、大きさですが、カーソルキーは小さめです。ディスプレイは OLED というだけあって光沢感があります。それゆえ反射が気になりますが、電源をつければそこまで気にはなりません。ベゼルは狭いですが、多少あります。また画面より若干前に出ています。では電源オン。電源をつけるとキーボードが光ります。さすがゲーミング p c また、このキーボード分 部分の色はいつでも変更可能で自分好みの色で楽しむことができますエリアが分割されているので左は赤右は青みたいなアメリカ崇拝カラーもできたり逆にそれが煩わしいなら全面白青とかもできます点灯自体をオフにすることもできるのでその辺はお好み次第ですね私は基本的にこれ全部オフにしてますで、ディスプレイの方ですがまあこれはねもう綺麗ですこの世のゲーム機とかモニター全部 oled にしてほしいと思うくらいに綺麗ですちなみに oled とは何なのかを説明しますとオーガニックライブエンミング ダイオードの略称であり有機 EL ディスプレイの名称です有機 EL ディスプレイも OLED と本質的に同じものですが、日本国内では一般的に有機 EL ディスプレイの名称で普及しております。通常、液晶ディスプレイは最下層にあるバックライトが全面的に発光し、電圧によって透過性の香る液晶層やカラーフィルター構造を通った光によって映像として再現されるという仕組みになっておりますが、有機 EL ディスプレイは対応する有機 EL 素材自体が発光するため、液晶層やバックライト構造を 採用する必要がなく発光体とカラーフィルターを一体化できるゆえに薄型で消費電力を抑えるといった強みがあります結果的に綺麗なやつで薄型になってますよっていうことですねだからなのかわからないんですけれどもこの pc ですね開くときにちょっと液晶部分がなんか飛び出してるから外れそうになるっていうのがなんか気になるまだ問題は出てないですがいつかここに爪が引っかかってバチッと液晶が取れるんじゃないかという不安はありますまたちょっと話変わりますけれどもこちらスピーカーもかなりいいものを使っていて i m a ックス スタンスの認定がされているみたいですどんくらいすごいのかと言われるとよく分かりませんが非常にクリアな音で中音,音域高音,音域がかなり聞きやすいスピーカーにはなっていますまた気になるところとしてバッテリーの駆動時間上げられますが公式には最大8時間のバッテリー駆動と言われております実際のところどうなのかというところ私の場合この PC はですね主にワードプレスや動画編集に使用しましたが平均6から7時間くらいかなただゲームをプレイしたところはこれはゴリゴリ減りますサイバーパンク2077をグラフィックス 最大で電源なしでプレイすると1時間ちょっとで切れますゲームプレイするなら充電ケーブルは必須まあそれは当たり前ですねでは充電ゼロの状態からマックスまでどれくらい時間がかかるのかというところですがこれはもうネットで検証されていたのでそれを引用します一応私もやってみましたがまぁたいそんなもんですねなのでこの PC の良さは重量とスペックになりますではベンチマークの方なんですけれどもこんな感じになりましたダン正直ねかなりいい性能だとは思います上位モデルとして遜色ない出来には仕上がってますねゲーミングノート pc どれを買おうかと迷ってる人にはかなり強くお勧めできますが値段が値段なのでほどほどの予算を持っている人のみにおすすめという形にはなりそうとはいっても1.6キログラムという軽重量にこのスペックディスプレイも oled なので20万から30万の pc としては欲しいものは詰まっているのは確かこの値段帯でノート pc 探している方なら候補に入れてもいいんじゃないでしょうかはい次はこいつだキーボード私のチャンネルでキーボード紹介するのは初めてじゃない多分初めてなんですけど実は私ね最近キー,ボード キーーボド結構買い漁っててなんでかっつうと最近別の動画でゲーミング PC 組み立てる動画あげたじゃないですかあれでデスク周りを白色のアイテムで統一するっていう方向に進んじゃってその一環で白色のキーボードもいくつか買って試してたんやけど最近のキーボードってめっちゃ奥深くてキーボードのキーの打鍵感を変える軸だったりキーを一つ一つ変えられたりまあいろんな質感あってそれらすべて自分流に変えたりして楽しめんのよねこれ沼そんな中ハイパー X から提供いただいたのがハイ メカニカルゲーミングキーボード。こちら、ハイパー X 発のホットスワップ対応キーボードでして、ホットスワップとは何ぞやと思われた方に説明しますと、専門的なツール不要でキースイッチを引き出して交換することができるキーボードのことをホットスワップ対応というわけですね。まあ、最近のちょっといいキーボードなら定番といっちゃ定番のキーボードなんやけど、その分価格がね、若干高くなんのよ。値段としてはアマゾン価格でフルサイズが31900円、75%サイズが28600円となっております。あ,ーまあ、まあ まあ、キーボードに興味ない人からしたら、文字入力するだけのやつに、こんな大金アホですやんと思われるかもしんないんですけど <laughs>、まあ待って、キーボードっておもろいね。まずこのキーボードですね、軸としては赤軸です。私赤軸初めて使うんやけど、これめっちゃええわ。今使ってるやつが茶軸で、多少カチャカチャ言うんやけど、こいつ聞いてわかるかな スンスンってね。多分音だけ聞いてたらこの気持ちよさわかんないと思うんですけど、まあ、例えるなら低反発の枕スンって俺を受け入れてくれるような心地いい打鍵感。素晴らしい。これは気持ちいい。メカニカルキーボードの軸、赤軸、茶軸以外にも様々な軸がありまして、この軸の色によって打鍵感、つまりはタイピング時の感触異なるんですよね。昔のキーボードなんかさ、ほぼすべてカチ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 って言ってたと思いますけど、今回のようなスンスンぬるっと入るようなキーだったりがあることで、この打鍵感一つでキーボードの 楽しみがね、増えるのよ。さらに言えば、このホットスワップ対応のおかげで、この辺全部自分で決められると、変えられるわけなのよ。まあ、素晴らしくないなので、こういった赤軸によるスンスン打鍵感が好きやけど、エンターキーはタンタッターンと力強く打鍵したい場合は、ちょっと軸変えたりさ、あらゆる部分を自分色に変えることができるメカニカルキーボードは男心に刺さるのよな。バイクいじりが趣味、プラモデルが趣味、ロボゲーが趣味の人は、結構な、これハマっちゃうと思う。私の場合、も々バイク好きで、最近はアーマードクアシックスのが でロボボ好きにななっっっっっててしまったかかららこういうういいメカニカルなカニルスタマイズ性あるものののすごい刺さっちゃうだからキーボードの沼入ってんのよねはい、まぁ、あ、ちょっと話は戻って、今回のキーボード、ゲーミングキーボードということでもありますので、もちろん RGB ライティングを動的に変化させるダイナミックアンビエントライト機能も搭載しております。キーボードにはオンボードメモリも搭載され、10種類のキーボードプロファイルをキーボードに直接保存することができるため、他のコンピューターに接続した場合の設定の手間を省き、利便性が向上。加えて、このキーボードのオプションとして、 マグネット式のアルミニウムトッププレート。マグネットバッジセット3種。ホットスワップ対応の5ピンのリニアスイッチとタクタイルスイッチを5月以降順次発売予定というので、今回はね、このアルミニウムトッププレートモロタンで付け替えてみましょう。いただいたのはホワイトのトッププレートです。付け方は簡単ですね。マグネット式になってるんで、上に引っ張ればもう取れます。んで、そのまま上から被せれば終わり。うん、簡単です。いいね。で、ボリュームノブも付け替えられるので、さっさっと変えてみましょう。はい、どうすっすかね。うん、いい いいじゃないまぁ、あ、欲を言えば、個人的にはシルバーのプレートが良かったかな。キー部分以外の右上にあるノブだったり、停止ボタンなどのスイッチはかなりクリック感あって、これまたいいです。ただし、このキーボードに高級感があるかと言われると微妙なところではあるかな。ぶっちゃけ今使ってるロジックウォールの方が見栄え的には高級感はある。ゴージャス感はないものの、至るところでクオリティの高さはまあ感じるので、結構おすすめです。あと、トッププレートはいろんな色で出てくるので、そこでゴージャス感を付け加えられるのはいいかもしれません。シンプルなメカニカルキーボードという印 ですはいじゃあもうどんどんいくよ次はマウス名前はハイプ e エクスプレスファイヤーペースト2値段アマゾンで12500円まあ値段としては絶妙な値段なんですけれどもこのマウスのすごさが何かというと 軽いその重量、驚異の 53g。53g がピンとこない人に説明すると、まあ、板チョコ1枚分ほどの重量みたいです。もはや空気、存在してないレベル。かといってグリップ感握り心地悪くない。この軽さなのに大きさもほどほどあって、しっかりとゲーム向きではあります。スイッチ類は定番の配置になっており、サイドボタン2つ、それだけ。私が今使ってるマウスと同じ仕様なので非常に使いやすい。ホイールはスルスルいくタイプで、クリック感はあんまありません。ちなみに最大で 26000DPi センサーに対応。最大で8000 ヘルツのポーリングレートに対応なのでチンがありませんさすがゲーミングマウスまた pc 用のアプリケーションであるハイ p e r x のソフトウェアを使用することで dpi などのカスタマイズを行うこともできます内容としてはライティングの設定キーの割り当て設定 dpi センサーの設定ポーリングレートの設定リフトオブディスタンスの設定という感じですゲーミングマウスらしい機能と性能で満足なんですが一部懸念点がありますそれが光らないまあ光るっちゃ光るんですけど光る部分マウスホイールの部分だけなので少々物足りないかもねゲーミングマウスといえば光るっていう 認識になってる人は多いと思うのでそこだけ注意はいじゃあ最後リュックその名もハイパー X ゲーミングバックパックナイト16インチノート PC 収納豊富な収納ポケット 3way 収納可能なストラップラゲッジパス、まあ、ゲーミングバックパックとか始めてすぎてどう紹介したらいいかわからんけどとりあえず収納はここ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 、まあね、収納はめちゃくちゃ多いっすねデザイン性としては非常にシンプルでサラリーマンなら普段使いはできそう耐久性にも優れていて多分カッターで切ろうとしても切れません背後から 刺される可能性まあ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 、ま、ぼちぼちあるけど結構するけどアマゾンではかなり好評で再生プラスチック素材を16%も使っているから環境にも優しいぞ毎日二酸化炭素だけ排出しているニートはこれを買って SDGs に貢献しろということでいかがだったでしょうか PC 紹介何回かやりましたけど周辺機器もまとめて紹介するのは初だったんで自分自身も結構新鮮な気持ちで楽しかったですね PC に関しては値段こそバカ高いですがかなりいい性格 ので何より軽いので個人的にはめちゃくちゃありな PC でしたもしお金に余裕があってノート PC を検討されている方は候補に入れてみてはいかがでしょうかということで詳しい紹介などは概要欄に載せておりますのでチェックしてみてくださいじゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタンツイッターなんかもやっておりますので登録お願いしますではまた次の動画でお会いしましょうキャベツでしたほなまた